皆さんこんにちは。本日もひろき先生ジャズサックスレッスン YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日は前回に引き続き、ゆってぃ先生が Twitter でつぶやいた名言集をお送りします。ジャズのアドリブ習得はただテクニック、理論、フレーズを覚えればできるというものではなく、どのような考えのもとで練習していくのか、何が大切なことなのか、具体的にどのように音楽を作っていくか、何に気をつけながら練習する日かなど考える必要があります。情報過多な時代、間違った情報や時代錯誤も甚だしいものなど多くあります。その中で未経験者、初心者が何が正しくて何が間違っているか自分自身で判断するのはとても難しいです。これから紹介するツイートで、きちんとジャズを学びたい、取り組みたいという人が必要ない遠回りをしたり、間違った情報に振り回されずに済めば幸いです。それではゆってぃ先生名言集紹介していきます。日々やみくもなんとなく練習してると、30年やっても初心者のままです。初心者、導入時からコードを丁寧に練習、ブルースフォームを使ってジャズの形式、ルールをゆっくり確実に身につけていく必要があります。またシンプルなビバップフレーズを勉強していきます。ただ暗記するのではなく、フレーズの成り立ち、意味、どういうライン、跳躍になっているか、テンションがどう使われているか、どのようにフレーズがパズルされているかなど理解しながら練習していくことが重要です。アドリブ習得を目指すなら、まず数年単位、3年、5年くらいかけて、ブルース、トライアド、シンプルな2-5フレーズ、ビバップの方法論を学んでいこう。それが土台にあればどんどん成長できるし、自分の個性も出せる。逆にそれらを軽視すると30年やっても F ブルースすらまともにできない。ソニー・ロリンズ、ソニー・スティット、ハンク・ムブレーン、ジョン・コルトレーン、デクスター・ゴードン、スタンリー・タレンタインなど、皆同じリバットの共通言語のもとアドリブをしている。アドリブ習得を目指すならスケール、パターンを増やすのではなく、ジャズの言葉の理解を深めることが大切です。僕のレッスンは普通の内容です。ロングトーン大事、トライアド大事、ブルース大事、ビバップ大事。それらをかなり時間をかけて理解し習得していく。そのために必要な練習方法、取り組み方など。でもそういう当たり前なことを、普通なことを時間をかけてちゃんと教えてくれるレッスンは少ない。ということで、本日もゆってぃ先生Twitter名言集をお送りしました。間違った情報、時代錯誤も華々しいものが多く存在する今日、今回のジャズの取り組み方法、考えで遠回りしてしまう人、間違った練習をして人生の大切な時間を無駄にしてしまう人が少しでも減ったら幸いです。ゆってぃ先生レッスンでは生徒さんを募集しております。基礎を大切に時間をかけて土台を固めていく裏技、近道、攻略法ではなく、10年後を想像して地道に練習を積み重ねるレッスンスタイルです。対面レッスン、スカイプレッスンともに体験レッスン実施です。お気軽にお問い合わせください。